皆さんこんにちは。今日のストレッチのテーマは題して、電筋群に効くおけつストレッチ。プリッ。それではポイントを3つ説明していきます。1つ目のポイントは、肩と膝をすれ違うぐらい近づけてみてください。2つ目のポイントは、骨盤を前傾させて、その中でしっかり背中を伸ばしてみてください。3つ目のポイントは、後ろを向くまで上体をひねってみてください。それではやってみましょう。それではやっていきましょう。まずは、体育座りのようなんですね、まあ、お山座りとも言いますが、お山座りの形をとってもらって、片足をお尻の下に曲げながら持ってきます。で、この形、この姿勢をとったら、反対の足を、曲げた足の前もものあたりにですね、つくような、動きをとってください。足と足がですね、クロスするような感じですね。この形をとった時に、背中をぐーって伸ばす動きをかけていきます。で、この時に骨盤を前傾させて、背中を伸ばす動きをしてみてください。で、しっかりと足を立てる動きと曲げる動きもしっかり力を通すようなイメージで、形を作ってみてください。で、ここから、立っている足を抱え込むような力をかけて、抱え込みながら膝と肩をすれ違うような勢いで後ろを向いちゃいます。後ろを向きます。なので、抱えながらぐーっと上体をひねるような感じですね。で、できれば首までぐーっと後ろを向いてしまって、このままですね、首を前に前方に向けるような動きになります。で、この形のまま揺らすっていう動きをしていきます。揺らす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 、もう揺れちゃって、ゆりかごのような感じで揺れたり、じゃん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 揺れたりしてもいいので、この形で10秒揺らすっていう動きをやっていきます。それではやっていきましょう。それでは一緒にやっていきましょう。まずは、お山座りの形をとります。で、片足をお尻の下に、畳む動きをしてもらって、前ももの前にですね、足をつきます。で、この形を作ったら、背中を伸ばしながら立ってる足を抱え込んで、で、抱え込んで膝と肩をすれ違うような勢いで後ろをぐーっと向いちゃいます。で、しっかりと膝を肩の方向に引っ張るような力もしっかり使ってくださいね。で、ここで、揺れる動きで10秒やっていきましょう。それではいきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、それでは反対いきます。はい、まずはお山座りのところから、お尻の下に足を巻き込んで、前ももの前に足をつきます。で、骨盤前傾、背中伸ばして、足を抱え込んで引っ張りながら後ろを向いちゃいます。で、そのまま前方の方を向いて、これで10秒いきますよ。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。
はい、これで以上になります。皆さんお疲れ様でした。このストレッチはお尻を中心に足から腰にかけてしっかり伸びるストレッチになります。座ることが多い人などはお尻周りが硬くなりやすいので、このストレッチがおすすめになりますので、ぜひやってみてください。それではまた。